目は口ほどにものを言うって言いますよね。私から言わせると口ほどものを言いますよって感じです。子供も大人も、あーこの人口呼吸してるなっていう人はね、まずを見たらわかります。そしてその人たち共通することがあるんですね。実はトレーニングしないといけないのはなんですよ。皆さんこんにちは、くまみのスマイル MFT チャンネルへようこそ。今日は最近ね、耳にされることも多いと思います、お口ポカン。このお口ポカンってね、口が開いてる、口呼吸になってる人のことを言ったりするんですね。でその原因や解決策について今日はお話しますね。はい、今日の目次です。1つ目、お口ポカンって何、ね、最近よく耳にねするお口ポカンがどういう状態のことを言うのかっていうのをね、もう一回詳しくお話しますね。そして2つ目、お口ポカンで起こる問題、お口ポカンってなってたらね、どんなことがね起こるかをお話しします。そして3つ目、お口ポカンの人にはある共通点があります。まず見てほしいところを言いますね。そしてそのお口ポカンがポカンとね、お口のポカンと開いてしまう理由、いつも私言うんですけど、どんなことにも理由がありますから。そして4つ目、お口ポカンね、おすすめのトレーニング、お口が開いてる人はもうまずね、これ意識してやってねっていう、やってほしいトレーニングをねご紹介します。何回もね言ってるんですけど、最近ほらそのお口ポカンでね、よく聞きません、テレビとかでもね。これね、いつから言われるようになったんかなって、この間もね、先生とかね、衛生士さんとか、あと看護師さんとかね、こういろんな人とね話してたんですよ。そんなメンバーなんてなった人もいるかもしれませんね。私 MFT のセミナーをやってて、口の健康アドバイザーに認証させてもらって、月1回ね、ズームミーティングしてるんですよ。でそこでは MFT のトレーニングの復習をしたりとか、あと症例相談したり、みんなでね学び合ってるんですね。で そこでねお話ししてたんですよ。でお口ポカンって保険診療でお口の機能を指導できるようになったのがね、大体平成30年ですね。でその少し前から言われ始めたようなってなって、そう考えたら7、8年くらい前かなってなってね。でその頃からお口がこうポカーンって開いてる子が増えて、でお口がポカーンと開いてるが短くなって、お口ポカーンって言われてるんですね。ポカーンって開いてる人だけじゃなくって、今はねもう長引くマスク生活でね、さらに増えてます。なんかお口がポカーンじゃなくて、ね、ちょっと開いてるのもね、もう私にしたらねポカーンですね。もうそうなんだったらほんまに多すぎて、もうほんまにこっちゃです。ではちょっとねやってみてほしいんですけど、口の力を抜いてね、はい、体も力抜いて、はい、いいです。でポカーンってね、あーってこう口開けてみてもらっていいです。そう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 、そしてそのまま息をせーので吸ってください。せーの、どうです、どっか入りました、息口から入りましたか、それとも鼻からね息が入りました、それとも鼻も口も両方から入りました。大抵の人が口からだけか、それとも口と鼻とね両方から入る人の方が多いと思います。こうなると呼吸は、そう、口呼吸ね、口呼吸になってしまったら、はい、風邪ひきやすくなりますね。口臭がしたり、睡眠が浅くなったり、歯並びが悪くなったり、とにかく息がない。で特に脳が成長する12歳までに口呼吸だと IQ が低くなってしまうというデータもあるぐらいです。口閉じてね、鼻呼吸するだけでですよ、 IQ 高くなるんやったら口閉じとこって私やったら思います。 もっと早くね、その12歳までに知りたかったですけどね。そうなんです、お口ポカンの人にはある共通点があります。ズバリそれは上の唇が親形になっているんです。これはね、いろいろ原因があるんですよ。でいくつか挙げると、まずはね姿勢、背中が悪くなる、顔が上に上がる、あら、はい、見て口が開いてるね。これはお子さん抱っこする時も一緒なんですね。低い位置でお子さんを抱っこしてしまうと、お子さんの方が上がってしまうんですよ。そうなるとこう口がね開いちゃう。あと上の唇を使ってね食べたりとか飲んだりしていないってことです。例えば
飲み物をねコップ使ってね飲むときですね、口の中にガーって入っていると、上の唇を使わなくても上向いたらね、あー流し込んじゃう、ね、流し込んで飲めちゃうんですけれど、正しい飲み方っていうのはコップを、コップじゃなくてね、コップを傾けて、でこうやったら上の唇がセンサーの役割をして、で飲む量をね、あこう傾けたらビシャってなんなとかっていう飲む量をコントロールして飲む、それだけでもこう上の唇をね使ってるとガーって入れて、使っていないのでは唇の筋力が落ちるんです。すなわち正しい飲み方も大事ってことですよね。あのお口ポカーンの人のね共通点ね、ここって言いましたね、ここね、はい、つまりお口ポカーンの人はズバリ上の唇を動かせないので、こっちを動かすことなんです。だからお口ねポカーンって開いてる人にね、はい、お口、まあ子供さんやったらね、お口ポカーンって開いてる子にお口閉じてって言うんですよ私。そしたらどうなるか知ってます？大抵の子が下の唇をグイッと持ち上げて閉じる、すると、こう、へのじ口になってしまうんですよ。で、こうなったら、機嫌が悪くなかったとしてもね、ご機嫌やったとしても、なんか、機嫌はって怒りんぼさんのお顔になってしまいますよね。もう、そんなん、第一印象悪くてね、これからのね、長い人生、めちゃくちゃ人生損しちゃう。なので、上の唇を動かすことが大事になります。上の唇を動かす、スマイル MFT トレーニング、ウェローリング。先生、このねトレーニングする前に必ずしてほしいトレーニングっていうのがあります。このウェローリングする前にね、でこれはね、あの MFT を始める前には必ずこれの動画でお話ししてるので、リンク貼っておきますからね、そちらを見てくださいね。ではトレーニングしていきますね。はい、トレーニングするときは鏡を見ながらね、足の裏をつけて姿勢を良くして行います。で上下の前歯を見せて、そうあーの口にします。で下の歯こうね、パッ見せたまま上の唇だけをこう巻き込んで、この時この上の唇のピンク色のところができるだけ見えないようになるまで巻き込んで、こう鼻の下を伸ばすような感じで、それで5秒ぐらいキープします。いきますよ、はい、1グーッと入れてね、一気に下の歯見せたままですよ、ゴーってなったら、その後ゆっくり上の唇を戻して上下の唇を閉じます。さあ、うまくいけましたか？ぜひやってみてくださいね。あ、先生、この間ね、何回したらいいんですかってね、あの聞かれたんでね、これ終わる前にちゃんと言っとかなあかんなと思いまして、はいはい、このねトレーニングは1日最低1回、ね、最高は1日何回でも、けど大事なのは、ね、この1回のトレーニングの中で行う回数は多くても5回から10回までにしてください。なんでか、やりすぎるともう適当になっちゃうんですよ。はいはい、やっぱね、もう適当になっちゃうので、それだと全くもってやってる意味がないので、せっかくトレーニングするならね、意味のあるトレーニングにしてくださいね。では今日はこの辺で、次回もお楽しみに。